アンナビーユシュア、アラビア語は、サファドの北東17キロに位置する標高375メートルのガリラヤの小さなパレスチナ人の村である。1923年から1948年にかけてイギリス支配下のイギリス委任統治領パレスチナの一部となり、第一次中東戦争の際に無人化させられた。村は森に囲まれ、フラ渓谷を見下ろしている。 18世紀予測にアルグルとして知られる一家が宗教的献身行為としてナビーユーシュアの病を建てた。それはモスクと訪問者の建物を含んでいた。病の重木とも呼ばれた一家はおよそ50名であり、同地に入植した。彼らは病周辺の土地を耕し、その結果土地は村へと発展していった。1851年から1852年にかけて、 チャールズ・ウィリアム・メレディス・ファンデベルでは、アンナ・ビー・ユー・シュアのワリーとのテレビンの古木について、記している。1863年には、ビクター・ゲリンがこの地域を訪れ、アンナ・ビー・ユー・シュアに住む人々はメタワリーであると記した。1881年には、パレスチナ探検基金による西パレスチナ調査は、近くのカダスからシーア派が、ヨシュアの名を崇めるためにやってきたと記した。 ラシャやアルファハールの焼き物が村で見つかっている。第一次世界大戦終結時はフランス統治下にあった。そして1920年の英仏館の協会協定に基づきレバノン領となった。1921年のフランスによる人口センサスの時点で村民はレバノンの市民権を与えられた。しかしながら1920年の協定により設立された 教会委員会は国境を動かし、村をパレスチナ側にした。管理支配のイギリス当局への異常は、1924年まで終了しなかった。イギリス委任統治期間中、イギリスは村に警察署を建てた。その全員がシーアハムスリムであるアンナビー・ユーシュアの人々は、毎年イスラム歴のシャーバーン月の15日に巡礼を行っていた。村のマウシムは、 パレスチナ南岸のアンナビー、ルービン村の祭礼に似ていた。1931年のパレスチナ人口センサスでは、村には12世帯52名の住人がいた1945年の村落統計では70名に増え。そして1948年に無人化させられた時は、18世帯81名がいた。村は3617ドゥナムの面積を占め、 公共財産以外の土地はすべて指摘財産だった。1944年から45年にかけて村は640ドゥナムを穀物生産に用い、他方16ドゥナムを集落の用地としていた。アンナビーユーシュアの25万分の一地図。1945年1948年の村1948年の 村の要塞化された警察署5月16日アンナビーユーシアは後に主要なイスラエル人人物となるイーガル・アロン率いるイスラエル軍によるイフタフ作戦により無人化させられた住民のほとんどはレバノンかシリアの難民キャンプという結末を迎えた1998年時点でアンナビーユーシアからの難民の子孫の数は499名と 見積もられていた。村の南に1945年に創設された、モシャブのラモットナ二人は、1948年以来、村の土地を包含することとなった。モシャブは、マンラーハ村との村境に近い位置にある。パレスチナ人の歴史家、ワリード・ハーリデーは、村の跡について1992年にこう述べている、鉄条網で囲まれた村の土地は、瓦礫の下にあり、 アクセスが非常に難しくなっている。しかし、村の跡だという証拠が複数ある。家のかけら村の墓地の墓、そして預言者有秀は病だ。二つのドームと病主要部へのアーチを使った玄関は未だ健在だ。だが付属の厚い石壁の部屋部屋は壊れ、繋がっている建物全体は放置されている。屋根からは草が生え、村の跡地は一軸の木と、 うちはサボテンに囲まれている。跡地周辺の平らな土地には、イスラエル人農家がリンゴを植え、斜面は植林されるか放牧に使われている。1994年に、イギリス考古学研究所が病を調査した。中庭を囲む、長方形の構造を持ち、南北に伸び、北端の門から入ると記された。主要な部屋は、中庭の南端であり、 ドームを持つ二つの主要な房があり、病全体で、西の房が、最も古い。その他の預言者の墓として、伝統的な場としては、トルコのイスタンブールのヨシワの丘の病と、ヨルダンのサルト市の近くのスニハの病、アンナビー・ユーシュア・ビヌーンがある。そして、イラクのバグダードのナビー・ユーシュア・病がある。ありがとうございます。